はい、主要です。今日はですね、まあ、過剰な消毒っていうのが、体に与える影響ってことをね、ちょっと考えてほしいなっていう話なんですけれども、まあ、今ね、いろんな施設に入ったりとかするときに、こう、消毒でね、シュッとこう、まあ、アルコールとかをね、あの、消毒してくださいって言われること多いと思うんですけれども、こういったことをしていることっていうのはね、単にこう、まあ、手のね、細菌を除菌しているだけみたいに考えているかもしれないんですけども、こういった行為がですね、全身に与える影響があるんだよっていう話なんですね。 アルコール除菌みたいなのっていうのはですね、製品がいっぱいあるように、まあ、清潔志向のね、高まりによって、ものすごく製品が増えてるんですよね。うちの中の消毒だとか、まあ、殺菌みたいなことにもね、非常に関心があって、一家に必ずこう置いてあったりするわけなんですけども、まあ、実はですね、家庭用のその洗浄剤とかね、殺菌剤っていうのが使用している家庭ではですね、その家庭の子供の喘息の率が高いよ、みたいなことはですね、まあ、報告がずっとあるんですね。 家畜なんかでもですね、清潔な環境と育てすぎると、実は調子が悪くなるんですね。 小豚の生育で,ですね。殺菌剤みたいな、こう、清潔になるように、病気にならないようにってことで,ですね。まあ、環境をきれいにしすぎると、実は腸の中のね、腸内細菌が非常に乱れてしまって、調子が悪くなるなんてこともあるんですね。ですので、実際は細菌の家畜に対してはですね、あまりその殺菌効果が強すぎるものではない。それから、まあ、自然に優しいようなね、まあ、殺菌剤みたいなのが使われるようになってきてるわけなんですけども、 実際ですね、そのアレルギーの疾患を予防しようという試みのところでですね、食器の洗い方によっても、その家庭の子供の喘息のリスクとはね、アレルギー疾患のリスクが変わるよという研究があるんですね。まあ食器をですね、手洗いで洗っている家庭と、まあ、食,食洗器を使っている家庭ではですね、まあ、食器に残っているこう微生物が変わるんですね。まあ、結果的に食洗器を使っている家庭の方が喘息とかアレルギー疾患のリスクが高いよっていうことが分かってますし、 例えばね、その保育園、大きなね、保育園に通っている子どもたちの方が、実は肥満のリスクが下がるんですね。これは研究によって分かったことなんですけれども、大きなですね、ところに通っている子たちっていうのは、まあ、いろんな子たちと接することによってですね、基本的には汚染された環境にですね、身を置かれやすいんですね。ですので、そういった子たちの腸内細菌というのはですね、家庭だけで教育を受けているようなとか、それからクリーンな環境で家庭を受けている子の腸内細菌とは明らかに違うと。 腸内細菌の変化と肥満の関係っていうのが出てきたっていうことなんですね。 まあ腸内細菌が乱れるとですね、肥満になりやすいっていうのは大人の研究からですね、最近では明らかなんですけども、まあ腸内細菌の産生する炭素脂肪酸という代謝物質がですね、まあ、食欲の調節とか、それから油とか糖質の代謝に関係しているので、まあその産生される量がですね、体重が増えてくるってことに非常に大きく関係しているわけですね。子どもたちにとっても、そういったその腸内細菌の環境がですね、肥満につながってるんじゃないかっていうことをですね、実際見た研究があります。 それはですね、家庭用の洗剤の使用量と、それから子供の腸内細菌の変化、そして子供の体重についてですね、関連がないかっていうのを見た研究なんですね。これは2013年に報告されたものなんですけども、カナダの、ね、757人の子供たちにおいて、まあ、家庭内のね、その洗剤の使用量と、それから生まれて3、4ヶ月経った頃の腸内細菌層及び、 え3歳の頃にですね、どの程度肥満になるリスクが高いかっていうのを見た研究だったんですね。明らかに家庭内での消毒剤の使用量とですね、え腸内細菌の変化っていうのが見事に一致していたと。特にラクノスピラっていうですね、腸内細菌の数がえ消毒剤を使うとですね、圧倒的に多くなんですね。で、ラクノスピラっていうのは大人の研究でもですね、 この細菌が増えてくると、肥満のリスクが上がるよってことが分かっているものなんですけども、実際にその楽なスピラが増えることによって、肥満のリスクが圧倒的に高くなっていたと。3歳の時点でですね、肥満のリスクが圧倒的に上がっていたってことなんですね。消毒剤に関しても、そのエコフレンドリーというかね、環境に配慮したような、まあ石油化学物質ではないですね、まあ殺菌剤、消毒剤を使っている子たちっていうのは、それほどですね、硬い重、 体重が増えすぎるってことはなかったっていう研究もね、合わせて報告されてるんですね。まあ要は消毒剤をですね、少なくとも週に1回使用している家庭に住んでいる乳児たちというのはですね、まあ、3、4ヶ月の段階で腸内細菌のリスク、腸内細菌ですね、 え、肥満を引き起こす楽なスピラというレベルが圧倒的に多くなる。そして、3歳になるときがですね、肥満のリスクが圧倒的に上がるってことなんですね。家庭の中でですね、清潔しすぎるところの子供はですね、太りやすいってことです。家庭内のね、戦場っていうのは今もうまさにですね、どん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 増えてきているということを考えると、肥満のね、子供たちが増えるなんてことも考えられるわけですよね。先ほどね、お話し,したように、 ラクノスピラっていうね、細菌が増えることっていうのは、もう以前からですね、肥満のリスクに関係しているってことが報告されてるんですね。成人でもね、インシュリン抵抗性であったりだとか、それから脂肪の増加が起こるってことが分かっているような、そんな細菌なわけです。今ですね、こう、あらゆる施設とか飲食店ってですね、また学校の中でもですね、その消毒ってことが求められている状況になると、これだけね、繰り返し繰り返し、殺菌、消毒をしている子どもたちのですね、腸内細菌が変わっても不思議ではないわけ。 なんですよね、韓国とかそれからアメリカでですね実際そのコロナのね長期化によって肥満の子どもたちが圧倒的に増えているって報告があるんですね韓国ではねその2年間で約2倍になったしそれからアメリカでもですね同じく2倍ぐらいのですね肥満児が増えているということなんですね コロナ対策でね、体を動かさなかった、家庭の中でじっとしていることが多かった、なんてことがね、理由として考察されてるんですけども、まあ実際にはですね、こういった腸内細菌の変化っていうのが関係している可能性が高いんじゃないかというふうには思われているわけです。ですので、まあ無駄にね、殺菌するっていうこと、その消毒の薬剤をですね、使うことのリスクっていうのはですね、子供だけでなく当然大人も考えなければいけないわけですね。 まあなんか見るとね、シュッシュってこう気軽にやってるかもしれませんけれども、手についたね、常在菌を無駄にね、殺菌してしまっていることがですね、僕たちの健康状態を大いに変えているんだよってことをですね、知っておく必要があります。前にも言ったと思うんですけれども、純粋なアルコールならまだいいかもしれないんですけれども、まあいいというか、頻回にやってはいけないんですが、ただですね、そのジェル状になったような薬品ですよね。 そういったものに関しては、多くの化学物質が含まれているので、手のひらからたくさん吸収されている状況になっているんですね。なので、この巡り巡ってですね、こういった滅菌をしている状況っていうのはですね、腸の中の細菌を変えて、まあ、腸内細菌はね、肥満だけでなくてですね、あらゆる慢性疾患のですね、原因になり得るものなので、長期的に見たとにですね、僕たちの健康状態を大いに害する可能性があるってことですね。 まあ子供たちにですね、無駄にシュッシュッと、まあアルコールでですね、消毒させるぐらいだったらですね、よく手を洗わせるべきですし、もし、えー、そういったものが必要になるのであれば、まあスプレーボトルでね、例えばティーツリーとか、それからペパーミントのね、エッセンシャルオイルを入れておいて、まあ断ることにシュッシュッと振りかけると、こういったことをね、する必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。自然の殺菌効果のあるものというのは、いたずらにですね、常在菌をやっつけたりすることがないので、そういったものを利用して、もしその滅菌する必要があるのであればね、そういったことを 使ってもらうこととがいいと思い思ま,まあ、明日からね、殺菌とかね、滅菌が共存している腸内細菌であったりだとか、皮膚の常在菌であったりだとかね、まあ当然その中にもウイルスも含まれてるんですけれども、まあそういったものの生態系をですね、大いに乱してしまう危険があるよってことをですね、理解して、まあ日々のね、生活を送っていく必要があるというふうに思います。まあ成人でもね、まあ肥満が増えてくる可能性あるわけですよね。同じ基準で起こる可能性があるわけですので、 ま、消毒剤とかアルコールとのね、付き合い方をよく考えて生活するようにしてください。今日の話の役に立った方は高評価のボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。